タクヤとね、ミサコがすごい意気投合して、トラと付き合っちゃったんよ、二人。これ、どこにも出てない情報やからね。今、かなり暴露してるし、もうタクヤこれぐらいで怒らんと思うんだけど。で、タクヤからミサコと付き合ったみたいなこと聞いて、ミサコから何も言われんかったんけども、その後ミサコは俺と連絡切りおったんよ。俺が紹介したのにと思ったけど、もうええわって、そんな多いの俺めっちゃ。ずっと仲良くて紹介して繋がった瞬間に俺を切るみたいなやつ結構多いのよ、女も男も。慣れてるわと思ってどうでもよかったよ。タクヤからは付き合ったってこと聞いてて、あーよかったよ、あの子エコやし長い付き合ったってなみたいな話したら、ほんまね1ヶ月とか2ヶ月もせんうちに別れたってタクヤから来て、ごめんやでガーシー繋いでもらったのに、ミサコからなんか聞いてるって言われたから、いやミサコお前と付き合った瞬間俺の携帯切ったよって連絡先つって、だから全然知らんどうなってるかつっていうところで、俺とミサコの縁は切れで、タクヤも別れ、もう何年前やろそれ、結構前やで、結構前で、まあタクヤにも一応もうミサコと俺に切れたで、切られたでって言ったらタクヤが、いやごめんなんか俺のせいやなみたいな、で全然構わへんねんけどみたいな話して、それでミサコとの関係性が終わった。